走れ大井チャンネル。はいどうも、走れ大井チャンネルです。今日はですね、先ほどちょっと買い物をしてきまして、新しいものを買ってきたので紹介していきます。2つ買ってきました。ちょっとさっきツイキャスやってまして、ちょっとそこで1回もう開けちゃったんで、1つ目はこちらですね。こちらの、三脚になります。こちらは何かというと、あの iPhone とかをこう挟んで撮影とかできるようにするためのやつですね。で、まあ、ツイキャスの時にもこれを結構使ってて、まあ、他にもいろいろ持ってるんですけど、こう、いろいろタイプはあるんですけど、あの車に1本入れといたりとか、いろいろこう、すぐ撮影するときに、カメラ持ってないときに撮影するときに使うんで、まあ、何個あっても損はないですね。で、まあ、本当に398円とか、500円とかで手に入るんで、まあ、もし撮影とかする場合は、こういうのを使っていきます。で、今回はこちらのやつを買いました。で、こう、足が曲がるようになってて、本当にこう、撮影にはかなり向いてますね。風が強くてもこう多分倒れないと思うんで、こういう感じで使います。こちらはまあおまけで買いました。で、メインはこっちですね。まあ、ドンキホーテで買ったんで、安いです。安いんですけど、はい、こちら、何かというとランニングシューズですね。新しい、まあ、商品名ではスニーカーってなってるんですけど、まあ、全然ランニングシューズで履けると思うので買いました。中身はこちらです。はい、こちらになります。で、こちらの白と黒のランニングシューズなんですけど、一番この買おうと思った理由はですね、値段ですね。値段が、1足1500円というかなり安い価格で売られてました。で、メーカーはですね、ボディメーカーさんという、まあ、結構全体的に安い、値段で売られてるものなんですけど、定価が多分3600円くらいで売られてて、まあ、あの大量入荷、ドンキは結構大量入荷をするところなんで、まあ、安く買えましたね。で、まあ、いろんな種類があって、まあ、ピンクとか黄色とかあったんですけど、あえて今回は白ということで買ってきました。かなりフィット感が強いっていうのと、あともう一つありまして、この底がかなり曲がるんですよね。本当にこういう感じで、あのナイキフリーって知ってますかね。ナイキのランニングシューズあるんですけど、かなりこう後ろが自由に効いて、走れるというやつなんですけど、それにかなり似てますね。まあ、もちろん安いんで、物自体はそんなにしっかりとはしてないんですけど、本当にちょっと走るときとか、ちょっと野球をするときにいいかなと思って買いました。で、自分は結構ですね、昼間とかに走ったりとか、夜に走ったりとか、いろいろこう走ったりすることが多いんで、まあ、靴は結構すぐ壊れちゃうんですよね。ここがこう切れたりとか、削れたりとかして、足に負担かかるんで、まあ、安いんですけど、まあ、あればいいかなと思って買いました。また雨で濡れてしまったときとかのこうサブでも使えると思うんで、まあ、良かったですね。1500円で安いんで買ってきました。で、こちらを履いてみた感想なんですけど、なかなかこの、あのクッションもありまして、こう、バウンドが良かったですよね。履いた時になかなか膝とか腰とかにこう来ないようなこういうクッション性があったんで、いいなと思って買いました。で、また動画撮影する時にも、履いていこうと思うので、その時にまた、履いた感想とかを言っていければいいと思います。で、本当に今回買ったのは、まあ、安かったのとフィット感が良かったので買いました。で、1500円で買える靴っていうとやっぱ安物かなって思うと思うんですけど、まあ、思ったより値段の割にはいいと思うので、買ってきました。まあ、これからですね、結構撮影も多くなってくると思うので、まあ靴はたくさんあった方がいいですね。やっぱランニングシューズもかなり消費が激しいので、自分の場合は、こう滑ったりとか、こういう止まった動きとかはすぐにこうランニングシューズ切れてしまうんで、まあ、数はあってそうもないと思います。皆さんもドンキホーテ近くにある方は行ってみてください。多分あると思うので、1500円はかなり安いと思いますね。はい、そんなわけで今日は買ってきたこちらのランニングシューズとこちらのスマホ立てを紹介しました。やっぱりドンキホーテに行った時ってどうしても何て言うんですかね、買いたくないものを買ってしまうというか、あの予定にないものを買っちゃうってことが皆さんあると思うんですけど、まあ、そんな感じでこれも買いましたね。また他にも、いい商品があったら買って紹介しようと思っているので、これからも動画チェックしてみてください。はい、というわけで今日の動画は以上となります。チャンネル登録、ツイッター、いいねよろしくお願いします。では失礼します。チャンネル登録お願いします。